サワジです。サワジのうんちく研究所サワラボへようこそ。このチャンネルではインド在住東大卒の教養系 YouTuber であります私サワジが皆様の人生をちょっとだけ豊かにするような教養や雑学を披露しております。というわけで本日もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、本日のテーマなんですけれども、英語の勉強法っていうものに絡めてですね、少しですね、ちょっと実践的な内容をやっていこうかなというふうに思っております。題して、英語の会議を乗り切る方法ということですね、やっていきたいと思います。私、沢地ですね、純ドメスティックということでですね、特にこう帰国子女でもなくですね、英語っていうものには、まあ、普通の日本人と同じぐらいこう触れてきた、わけです。で、その中からですね、大学を卒業してですね、いきなり外資系の企業に就職をしました。で、今はですね、インドで駐在員としているわけです。で、外資系企業に入りますと、当然公用語はですね、英語ということになります。一人でもですね、その会議メンバーの中で日本語を話せない人がいればですね、その東京のオフィスであっても、会議の言語は英語ということになっていきます。ね、でそんな環境でですね、なんとかですね、食らいつきながらやってきたわけです。ですので今回は英語が、まあ、少し苦手な人がですね、英語会議でもなんとか立ち回っていく方法というものをね、話していきたいと思います。まず一つ目ですけれども、会議のアジェンダを明確にするっていうことですね。はい、アジェンダっていう言葉聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないで一応説明をしておくと、アジェンダっていうのは議題のことですね。当たり前なんですけれども、その会議っていうのが何を話題にしているのか、ね、これがわからないことにはですね、もう準備もへったくれもないわけですね。 なのでもしあなたがですね、定期的なものではなくて急にですね、よくわからない人によくわからない会議に招待をされた、もしそうであればですね、すかさず What's the agenda of the meeting? とかですね、 What are we talking about?とかっていう風にね、言って会議前にですね、これを徹底的に明確にしておきましょう。準備っていうのはまずここから始まっていきます。会議のゴールを明確にしておきましょう。はい、ゴールって何だろう、アジェンダと何が違うのっていうことだと思うんですけれども、これですね、明確に違います。わかりやすくね、例えて申し上げましょう。例えばアジェンダがですね、今月の営業成績の振り返りというものだったとします。で、それでですね、自分が準備をして営業成績をですね、淡々とその会議の中で振り返って発表をしました。で、その後一通り発表が終わった後にですね、その会議に出ている一番偉い人からですね、じゃあそれで来月に向けてのアクションプランは何ですかっていうふうに質問をされました。はい、じゃあここであたふたする人っていうのがアジェンダとゴールの違いが分かってない人だと思います。で、ここで逆にですね、しめしめよくと聞いてくれましたと言って回答ができる人が違いを分かっている人だと思いますね。つまりアジェンダっていうのは何をその会議で話すのかということです。シンプルですね。で、これに対してゴールっていうのは何のためにそれを話すのかということです。どんな会議にも必ず目的があります。どんなに小さな会議でも目的があります。そしてそれはほとんどの場合、将来に向けてですね、何かを決めていくもののはずです。必ず未来を向いているもののはずなんですね。なのでこれもアジェンダを聞くときと同様にですね、 What would be the goal for this meeting? とか What would we decide based on the discussion? とかですね、あらかじめ聞いておくといいです。で、そのゴールに合わせて自分が話す内容っていうのも考えるっていう形にしておくといいと思いますね。そして3点目、自分のプレゼンパートは徹底的に練習をするということですね。会議の場っていうのは一番偉い人でもない限り自分で全てコントロールするできるわけではありません。いろんな人からいろんな意見が出て、いろんな方向にですね、その場の議論が流れていきます。だからとても不安になるわけですね。人はわからないものに対して不安になる。で、それが苦手意識のもとになるわけですね。で、さらに英語会議の場合ですね、その英語が果たしてわかるんだろうか、議論についていけるんだろうかっていうことが改めて問題になるので、さらに不安になっていくわけ。それで苦手意識になっていくわけです。でもよくよく考えてみてください。30分だったら30分、1時間だったら1時間ある会議の時間のうち、自分が 100% コントロールできる時間というのがあります。それは何かというと、自分がプレゼンをしている時間ということになりますね。で、ここで言うプレゼンっていうのは何もですね、大げさに資料を使って人前に立って行ういわゆるプレゼンテーションというものだけではありません。
例えば君はどう思うっていうふうに会議のモデレーターから聞かれた時にですね、自分の意見を述べる時間っていうのを含めます。これもプレゼンの時間ですね。立派なプレゼンの時間です。なので改めてですね、議題に対して自分がどう思ってるのか、そしてそれをどうして思ってるのか、なぜかということですね。でどういう順番でそれを説明していけばいいのかっていうことですね。これを徹底的に準備しておくといいと思います。で英語でのコミュニケーションですので、やっぱり結論を先ですね、結論が先、A 案、B 案に対して自分は A 案だと思う。で、その理由はっていう形ですね。理由を先に述べてから A 案、B 案というのを述べていると、聞く人っていうのはですね、特に英語圏の人は非常に、フラストレーションが溜まります。ですので、A 案、B 案っていう案があるのであれば、先に A、B、明確にしてからその理由を言うっていうことですね。で、英語で、プレゼンするっていうのが非常に苦手な人っていうのもいると思います。なので、ここで原稿を書いておいてもいいと私は思っています。突然振られてですね、しどろもどろになってみんなが理解できないような説明をするよりかは、ちょっとその場は恥ずかしいけれども、原稿をあらかじめ準備しておいて、きちんとした説明を理路整然と行う。こっちの方がね、その場への貢献度は高いと思います。だから、その場での自分の恥を取るか、組織に対する貢献度を取るか、そこは皆様にお任せをしますが、もし自分の英語に自信がないのであれば、フリーハンドで話をするように準備をするよりも、もうあらかじめですね、思い切って原稿を準備しておくっていうのも一つの解決策になると思います。そして最後4番ですね、いよいよ議論のパートですけれども、ここではですね、相手の文化に徹底的に乗っかるということをお勧めします。はい、これどういうことかですけれども、よくね言われることがあります。国際会議で最も難しいのはインド人を黙らせて日本人を喋らせることだというですね、こういう格言があるわけですね。これがまことしやかに語り継がれているわけですけれども、なぜそれが起こるんだろうっていうことを考えてみるとですね、例えばインド人のケースだと、人の意見を遮ってですね、自分の意見を述べるということに対して日本人よりもあまり抵抗感がありません。対して日本人というのは、人の意見は終わるまで聞きましょうということをですね、小学校から延々とずっと学んでいくわけですね。で、その意識がとても強い。なので、結果として相手が話し終わるのを待って、その会議そのものが終わってしまうということがあるわけですね。なので、ポイントは、相手を変えるのか自分が変わるのかということですね。私はね、後者の方がより簡単だと思いますね。つまり、一旦思い切ってですね、インド人の意見を遮ってみる。もちろんインド人と一口にくくってもですね、ちゃんと理路整然と意見を述べてですね、その後は相手の意見をしっかり尊重して聞ける人もいます。なのでそういう人の意見を遮るのはやめましょうね。喋りすぎてですね、意見が横道にそれてしまっているような、インド人、そういう人に対してですね、ぜひ、自分の意見を言うためにですね、相手の意見を遮るということを勇気を、持ってですね、やってみましょう。その時に使えるフレーズというのは Just hold on pleaseとかですね、Let's get back to the original point とかですね、そういうような言い方ができると思います。はい。ここでね、思い切って自分が変わるということをですね、お勧めします。というわけでですね、本日は、英語が苦手な人が英語会議を乗り切る方法ということでですね、4つ紹介をいたしました。1つ、アジェンダを明確にする。2つ、ゴールを明確にする。3番、プレゼンのパートは徹底的に準備をしておく。そして4番、議論の場では相手の文化に徹底的に乗っかるということですね。これをですね、意識していただければですね、英語そのものの力がそんなに、良くなくても、苦手意識があってもですね、英語会議を乗り切るということがより簡単にできると思います。ぜひぜひ、実践してみてください。はい、今日はここまでとさせていただきたいと思います。サワラボではですね、こういった形で皆様の人生を少しだけ豊かにするような教養や雑学披露しておきたいと思います。今後のテーマも募集しておりますので、自由にコメント欄でおっしゃっていただければと思います。引き続きですね、この動画いいなとかですね、この動画の続き見たいよという方はですね、チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。また英語についてはですね、皆さんもいろいろ考えることがあると思います。ぜひぜひ皆様の英語会議の乗り切り方というのもですね、今回はコメント欄で書いていってください。はい、皆さんで盛り上がっていきましょう。というわけで、本日はここまでといたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。